子同士の対戦です。青いユニフォーム清水東はキックオフの直後一気に攻め込みます。4分過ぎ、早くもフリーキック。7番の望月がゴール前へ。立ち上がりから清水東優勢に試合を進めます。これに対して帝京は長い縦パスで反撃。13分、15番平岡のセンタリング。清水東のゴールキーパー善亀がファンブル。速いテンポの試合が続きます。清水東は堅い守りと速い展開で試合の主導権を握ります。30分、4番の清美が長いパス、長谷川がつないで6番の大江垣がシュート。前半は清水東が押し気味ながら両チーム無得点で終わりました。後半2分、清水東右からのコーナーキック。ゴール前青島跳ね返ったところ3番の梅田がシュート。清水東惜しくもチャンスを逃しました。清水東さらに22分のスローイン、これを長谷川が思い切ってシュート。積極的にシュートをしろとハーフタイムに勝澤監督が気合をかけた長谷川。堅い帝京のディフェンスもこの鋭いシュートに気をつかれ、清水東が待望の先取点を挙げました。1分後、今度は帝京が10番の谷明から広瀬へ。ゴールキーパー善亀ファインプレー。39分、帝京のコーナーキック、またもキーパーの善亀ががっちりと止めます。結局清水東高校が堅いディフェンスで最少得点を守りきって1対0で勝ち、2年ぶり3回目の決勝進出を決めました。